죽어도조직은영원해죽어봐라しっかりしろ。おい。子供を頼む。安心しろ。俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。オジマ、アイナ절대못줘。やめろ。이건나죽게내버려줘。何の罪もねえ子。死なせちゃいけねえだろ。あれからもう20年以上経つのか。한정이아니야내가죽어도조직은영원해죽어봐라騒ぎやがって。そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのは。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また一年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃訳のわからん連中。放っておけと言ってんだろ。はい、
何が発端で戦争の火種になるか分からねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そのようなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。日の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中は浮かばれやしない。でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ錦木。夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。
ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は遥を立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。遥と逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。
大丈夫か？かすり傷ですわ。これを持って近江連合の合田会長のもとへ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれで永遠です。これを頼みました。寺田、しっかりしろ。寺田、寺田さん。残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私、しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東条会五代目寺田幸雄は、近江連合五代目合田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか？大工、落ち着け。親の玉を取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか？やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか？戦争すんにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか？お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です、姉さん。この一件、自分に任せてもらえませんか？桐生、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですが、これは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか
合田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい？あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。分かった。この件はあんたに預けよう。いや、しかし姉さん、本当ですか？でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか？桐生は東上界のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね。はい。ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ？寺田が死に東上界は柱を失った。今の東上界を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東上界にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい？そう取ってもらって構いません。あんた、ですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか？大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか？大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね？はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ？関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所してカムロ町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。まあ会ってみればわかるさ。Thank you.
おい。ああ。
久しぶりだな。話がある。おう、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いたろ。みたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。
倒れんじゃねえぞ。恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何を？風間のおやっさんや島野、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を。もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。一年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。you
登場界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。登場会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。